世界平和をめぐる情勢が目まぐるしく変化する中、ますます多様化する我々を取り巻く脅威。防衛庁自衛隊の果たすべき責務も日々変化し、多様化の一途をたどっています。私たちの果たすべき役割、その重要性とは何か。平成16年7月に設置から50周年の節目を迎える防衛庁、そして自衛隊は常に進むべき方向を見定めながら、日本の平和と安全を守るため、世界の安全保障の安定化のため、日夜積極的に活動を続けています。これから紹介するのは平成15年の防衛庁自衛隊の活動記録です。2003年、大きな局面を迎えたイラク問題。3月20日、米英を中心とする国連加盟国によるイラクへの武力行使が行われました。同日、我が国は米国の武力行使開始を理解し支持する旨を小泉首相が表明。さらに臨時閣議で被災民の発生に応じた緊急人道支援を含む緊急対処方針を決定しました。政府は国連難民高等弁務官事務所からの要請を受け、3月28日 PKO 協力法に基づいて人道救援活動上緊急に必要な物資の無償譲渡とヨルダンへの輸送を閣議決定。3月30日航空自衛隊の政府専用機2機によって成田空港から必要物資が輸送され、翌日ヨルダンで国連難民高等弁務官事務所に引き渡されました。米英軍などによる武力行使の結果、フセイン政権は事実上崩壊。5月1日、ブッシュ大統領は主要な戦闘の終結を宣言。5月22日には、イラク国民による国家再建を目指した自主的努力を支援するための安保理決議が採択されました。一方、イラク国内は医療や教育など人道面や生活インフラの面で厳しい環境にあります。政府はイラク再建に関する安保理決議も踏まえ、自衛隊と文民による人道復興支援などのための活動を行うことが必要との結論に至り、6月13日イラク人道復興支援特措法を国会に提出。同法案は7月26日に成立しました。イラク人道復興支援特措法は、イラク国民の自主的な努力による国家再建を国際社会が支援・促進しようとする取り組みに関して、日本が主体的・積極的に寄与するための法律です。政府はイラク再建についての安保理決議、世界食糧計画からの要望を踏まえ、7月4日 PKO 協力法に基づくイラク被災民救援国際平和協力業務を行うことを閣議決定。航空自衛隊は7月から約1ヶ月間 C-130 輸送機により国連備蓄倉庫のあるイタリアとヨルダンとの間でイラク被災民の救援のための物資を空輸しました。イラクの再建はイラク国民や中東地域の平和と安定にとって欠かせないものです。同時に石油資源の9割近くを中東地域に依存する日本を含む国際社会の平和と安全の確保にとっても極めて重要なことです。12月9日、政府はイラク人道復興支援特措法に基づき人道復興支援活動の基本計画を閣議決定。基本計画で定められた自衛隊が行う人道復興支援活動の内容は、病院の運営や維持管理の指導、住民の診療にあたる医療分野、浄水や住民への生活用水の配給など給水分野、学校、灌漑用水、道路の改修など公共施設の復旧・整備活動、
さらに人道復興支援に必要な関連物資の輸送など多岐にわたります。活動地域は現に戦闘行為が行われておらず、かつそこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われないと認められる地域、また自衛隊の部隊などの安全が確保され治安状況の厳しい地域においては、状況の推移を注意深く見極めた上で活動することが前提とされています。基本計画の閣議決定を受けて、防衛庁は人道復興支援活動の具体的な活動内容、業務の方法、活動の一時休止または避難及び中断などについての詳細を取りまとめた実施要項を策定。12月18日、内閣総理大臣の承認を受けました。翌12月19日、実施要項の承認を受け、防衛庁長官が航空自衛隊への先遣隊派遣命令、陸上自衛隊、海上自衛隊への対応措置の実施命令を発出。12月24日にはイラク復興支援派遣輸送航空隊の編成完結式と待機授与式が小牧基地で行われました。出席した小泉首相は、諸君の使命感に敬意を表したいと訓示、無事帰国されることを祈念したいとイラクへの派遣要員と出席した家族らの前で強調しました。12月26日には現地で本隊の受け入れ準備等を行う航空自衛隊先遣隊の第一陣がクウェートに向け出発しました。2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ。このテロ事件を踏まえ、日本は国際的なテロリズムとの戦いを自らの問題と認識し、テロ防止と根絶のための取り組みに積極的かつ主体的に寄与する立場を取っています。残存するアルカイダなどによってもたらされている国際テロの脅威は今も除去されていません。依然続くテロとの戦いに各国が足並みを揃え、この問題に取り組んでいます。こうした現状を踏まえ、日本政府は平成15年11月1日までの2年間の時限立法であるテロ対策特措法の効力期限を2年延長する改正案を国会に提出。6月13日に提出された同法案は10月10日に成立しました。テロ対策特措法に基づいて2001年の12月に開始された海上自衛隊による米海軍艦艇への補給総回数は2003年末までに延べ326回、総補給量は約34万キロリットルに上ります。洋上における燃料補給活動は、瞬時に国籍の判断できない船舶や航空機が航行する中、常に不測の事態を考慮した緊張を強いられる作業です。時に気温が40度を超えるような厳しい環境、そんな中で隊員たちは忍耐強く任務を遂行しています。航空自衛隊は協力支援活動として、主に航空機エンジン、部品、整備機材、医療品といった米軍の物資輸送などの任務に当たっています。活動を開始した2001年11月から2003年12月末までの間に行った輸送は、国内外合わせ217回に上ります。これらの活動はテロという新たな脅威に対応し、国際的なテロ防止と根絶に向けた国際社会の取り組みに強い姿勢で積極的に寄与する我が国の決意を示しています。防衛庁自衛隊は国際平和協力業務や国際緊急援助活動へ積極的に取り組んでいます。2002年3月から派遣が始まった東ティモール国際平和協力業務では、道路や橋の維持補修など後方支援分野の業務を実施しています。その活動はインフラ整備にとどまらず、施設機材の取り扱い教育、農地の灌漑用水路工事や学校のグラウンド整備などの民生支援まで多岐にわたっています。シリアとイスラエルの国境にあるゴラン高原、
1996年1月の第一次派遣部隊から開始したゴラン高原国際協力業務は、現在第16次派遣部隊が活動中で、物資輸送や道路の補修など後方支援に当たっています。これは中東和平の国際的努力への協力として意義の高い活動です。防衛庁、自衛隊は今後もこうしたより安定した世界の安全保障環境の構築を目指す国際平和協力への取り組みを続けていきます。日本の防衛や各種事態への対処を適切に行い、日本の平和と安全を守るために重要となるのが、法制面や運用面など普段からの十分な体制の整備です。防衛庁では約25年間にわたり有事法制について検討を行い、この研究成果を踏まえ、平成14年4月政府は国会に武力攻撃事態対処関連3法案を提出。広範囲な視点での活発な議論を経て、平成15年6月6日与野党による約9割の賛成多数で可決・成立しました。これは日本の防衛政策にとって画期的ともいえることです。今回制定された武力攻撃事態対処法では、武力攻撃事態等への対処に関して国民保護法制、自衛隊や米軍の行動の円滑化に関する法制などが必要となり、これら個別の法制を速やかに整備することとされています。このうち国民の生命や財産を守るための国民の保護のための法制は、国の責任の明確化、地方公共団体の役割、国民の協力や国民の権利義務を含めた国民の役割などを定めるものです。国際社会において急速に拡散が進む弾道ミサイル。東西冷戦終結後に一部の保有国から多数の国、地域に輸出され、アジアでも多数の国々が保有。核、生物、化学兵器など大量破壊兵器と組み合わせた使用により深刻な被害をもたらす可能性を秘め、日本を射程に収めるものもあると考えられる状況の中、弾道ミサイルの重大な脅威にいかに対応するかが大きな課題になっています。こうした状況の中、12月19日弾道ミサイル防衛システムの整備等についてが安全保障会議及び閣議で決定されました。政府は大量破壊兵器及び弾道ミサイルの拡散が進展している状況のもと、 BMD システムについて近年関連技術が飛躍的に進歩し、我が国としても技術的に実現の可能性が高いと判断。また BMD が専守防衛を旨とする我が国の防衛政策にふさわしいものであることを踏まえ、我が国としてイージス、BMD システムとペトリオット、PAC-3 による多層防衛システムを整備することとしました。その全体システムは、弾道ミサイルを発見するためのセンサとして地上配備型レーダーやイージス艦のレーダー、迎撃するためのウェポンとしてイージス艦、ペトリオット、PAC-3、 それらをつなぎ合わせるための指揮統制通信基盤としてバッジシステムなどからなるものです。またこの弾道ミサイル防衛システムの整備等についての閣議決定の中では、大量破壊兵器や弾道ミサイル拡散、国際テロ組織の活動を含む新たな脅威の出現といった新たな安全保障環境を踏まえ、自衛隊の新しい体制への転換など防衛力全般についても見直すこととしています。平成16年末までに新たな防衛計画の大綱、新たな中期防衛力整備計画を策定するため、現在作業を進めています。宗教や民族の対立、政治体制や経済格差、領土の問題、冷戦時代が終わりを告げ新たに浮かび上がってきた対立の原因の数々、それらは
国際テロ、大量破壊兵器、ハイテク兵器などかつてない強大な脅威を生み出しつつあります。こうした新たな脅威に対し、防衛庁自衛隊はより柔軟に機敏に対応していくことがますます望まれています。防衛庁自衛隊にとっての2003年はその重要性と必要性が改めてクローズアップされ問われた1年だと言えるでしょう。私たち防衛庁自衛隊は平成16年7月にその設置から50周年の節目を迎えます。日本の防衛、そして世界の平和を守るために、私たちはこれからも進むべき方向を見据えながら活動を続けていきます。